はい、どうも、怠惰不勤勉です。やっと水晶研磨が、の耐水ペーパー掛けが、ね、やっと600から800に突入しました。まあ、やっと最後が、というかゴールが見えてきました。というわけで、800番はどんな感じなのか、やってみたいと思います。まあなんかいろいろねやってて、ちょっと分かったことがあるとすれば、まあ今までなんかこうやってぐるぐるぐるってなんかやってたんですけど、なんかこれ全然研磨しきれてないっていうか、なんかなんて言えばいいんだろう、結局なんか表面をなんか撫でてるなんかだけみたいな感じになっちゃってるっぽかったんですよね。で、それで、たまにっていうか、で、ナイフとかちょっと、研磨したりすることあるんですけど、その時に刃物つく、もうなんかの研磨って、まあ、とりあえず、なんて言えばいいんだろう。刃つけるためには、なんか刃、なんか反りっていうのを作らないといけないんですけど、で、それを作るときに、まず大抵なんか、刃研磨なんて言ってて、ただ単に普通にこうやればいいんでしょとかって思うんでしょうけど、なんかそうじゃなくて、こっちの時はなんか正直、力入れなくてもいいんですよ。力入れるときはむしろ引くとき。で、これをやることによって、歯に返りがついて、で、その返りを後で、歯裏になると思うので、で、その歯裏を研いでやれば歯がつくっていうようなことなんですよ。だから、もちろん水晶の研磨も、要するにこの時はもういい。まあ、肝心なのは引く。っていうやり方の方が、まあよく、研げるというか、まあ少しは楽かなって感じなので、まあこういう感じでちょっとやっていきたいと思いますわ。はい。で、まあとりあえずなんかもう番手が上がってきてるので、そろそろ、磨いた面が、というか、また研磨したところがツルツルになるって言って、あと、だんだん綺麗になってくるっていうような、そんな感じなんでしょうか。はぁ、しかし長かったなぁ。なんだかんだ言ってて、もう半年近くやって、まあなんかその間に腕痛いとか、あと、夏場だったからちょっとやっぱ暑いですっていうのがあって、まあとにかくなんかめんどくさくてなんかやる気にがなれなかったけど、最近ちょっと涼しくなってきたから、まあこういう風なのやるにしてみて汗もかきにくくなってきてるから、まあちょうど、いいのかなって思いますわ。はい。まあなんか、とりあえず、ある程度ね、なんか、楽にはやる方法っていいのかなっていうのがなんか分かってきたからかもしれないけど、ちょっと腕に対するなんか負担も少しはなんか減ってきてるのかなってそんな気はします。はい。だからといってまた水晶の研磨をまたやりたいっていう考えはこれっぽっちもございません。はい。いやー、もう早いとこね、もう何度も言ってるようですけど、フローライトの研磨、あと、カルサイトの研磨やりたいですね。ねえ。まあ、とりあえずなんか、まあ、相変わらず愚痴っぽくなっちゃいますけど、早く終わらせて。実質、多分次の研磨がひょっとしたらもう、最後になるのかな。まあ、なんとも言えないけど、まあ、それで終わってくれりゃ、とりあえずそれでいい。もう、水晶の剣は、やりたくないし、
やってる人間がこんなこと言うのもあれですけど、とにかくおすすめできません。軽いというかモース高度の低いカルサイト、フローライト、まあ、もう俗にモースコード3、4、あと5あたりですかね。ねえ、よし、とりあえず、おお、結構汚れてるね。さて、どうなったかな。あ、しまったですね。わかるかな。まあこんなもんでしょう。まあとりあえず、600頭を比べるとそこまで大差はないかな。多分次に行こうかな。すごく綺麗になってくるのは。まあけどとりあえず800番はまだそこまで大差があるわけでもないっていうので、まあとりあえず早いとこ800番での件も終えたいところですね。まあとりあえず変化なしっつうことで、はい。というわけで今回はここまでにいたしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。じゃあねー。ではラストに行きますか。タイダじゃんけん、じゃんけんぽい、グー。じゃあねー、ご視聴どうもありがとうございました。